黒岳から伊豆スカイラインを望む伊豆スカイラインは静岡県道路公社が経営する一般自動車道事業による有料道路。静岡県田形郡神奈美町の熱海峠から同県伊豆市の天城高原へ至る伊豆半島を重装する延長 40.6km の一般自動車道である。1962年共用開始。自動車道ナンバリングは D10 が割り振られている。 伊豆スカイラインの外略地図伊豆半島の付け根から、熱海峠と天城高原をつなぐように東側の両線上に沿って走る有料の山岳道路で、南関東圏や東海地方に住むドライブスキーやツーリングライダーから人気のある定番のドライブコースしてもよく知られる道路でもある。首都圏や東海地方のライダーを中心に、伊豆スカの愛称で親しまれている。熱海峠より、 伊豆半島の両線を縦走し、天城高原、天城峠、根っこ峠、鳥峠を経て、大瀬崎へ至る、J 字型の道路として計画されたが、現在では、東側の熱海峠、天城高原間が、共用されている。東伊豆町など沿線自治体から、天城峠までの延伸要望があるものの、具体的な計画は未定である。なお計画線のうち、西側の戸田峠、鳥峠間は、 西伊豆スカイライン、トイ峠、風早峠間は、県道411号再天井高原線として、開通している。全線大面通行。展望のある景観の優れた、観光道路である一方で、東伊豆の海岸沿いに並行し、渋滞することが多い国道135号の、抜け道としての利便性の高さも併せ持っている。さらに、中伊豆、南伊豆、 西伊豆方面へのアクセスルート、渋滞時のショートカットルートとしての利便性も併せ持つ。夜間は料金所に収受員がいないために無料で走行できるが、街灯が全く整備されておらず、道路自体が高地にあって到達に時間がかかり、さらに海岸沿いの国道135号の道路渋滞は夜間は緩和されるので走行者は少ない。冬季は積雪、 凍結により閉鎖されることもある。首都圏では位置に置きそう人気のあるワインディングロードで中高速コーナーを主体とする大小の様々なコーナーが連続し、これを目的に休日には首都圏から走りに来る二輪車やスポーツカーが多い。近年はイズスカイラインでの無理な運転による事故が多いことが問題視されており、安全運転が呼びかけられている。 一般観光客も多いため、行楽シーズンの日中は混雑することがある。通行料金は、入り口料金所で行き先を告げて、料金を支払い、出口料金所で、通行券の半径を渡す。料金所は6カ所あり、熱海峠料金所、黒岳料金所、に山峠料金所、亀石峠料金所、ひ川料金所、天城高原料金所がある。なお過去に、 天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、メタノール自動車、電気自動車など、自動車検査省で確認できる、抵抗会社及びアイドリングストップ車は、料金所で、自動車車検証を掲示することで半額で通行できた。ただし、往復割引とは併用できない。熱海峠から、天城高原まで、伊豆半島の尾根に沿って走るワインディングロードで、小さなアップダウンが続き、 直線部分は少ない。尾根筋を北から順に、熱海峠、に山峠、山伏峠、亀石峠と順に通過し、それぞれインターチェンジで、静岡県道と接続する。尾根沿いのため東は、相模灘、西に、駿河湾、北西に、富士山とビューポイントがは数多くあり、多地山展望台から、に山峠までの区間は特に展望が良いとされる。 沿道には8カ所の展望所があり、それぞれ相模灘、駿河湾、富士山を望むことができる駐車場が併設されている。黒竹 IC 付近は標高720メートルと最も高く、近くにある黒竹駐車場は富士山の眺望が良いポイントで知られる。一方で、木屋川インターチェンジ付近は標高176メートルとこの道路の中では最も低い位置にあり、 スカイライン南部にあたる、この周辺は、展望はなく伊豆の山中を走る。日屋川から終点、天城工芸インターチェンジまでは一気に、標高差456メートルを登り、静岡県道111号園笠山富戸線と、接続する。ありがとうございます。